で、なんか28でだいぶ環境が変わったんで。うん。こんばんは、れいこの今週の映画占いです。今週のゲストは映画監督の鬼村雄輝さんです。こんにちは、よろしくお願いします。鬼村さんには後でじっくり話をさせていただきますね。まずは鬼村さんと皆様へ、今週の一言メッセージを紹介します。オリジナルカード愛と光のラブ&ライトタロットで引いた今日のオラクルは死神です。死神、あなたは今新しく生まれ変わろうとしています。過去の苦い体験は全てあなたを成長させるために起こった出来事。死神はあなたを新しいステージへと導いています。心の痛みや悲しみにとらわれている暇はありません。これらの出来事を糧にして今日から新しい世界に目を向けましょう。そこにはあなたがまだかまだかと待っている人がいるからです。ようやく古い世界から解放されて高みに上がったあなたは、今までできなかったことや出会えなかった人、手に入らなかった世界が手に入るでしょう。皆様がより幸せになりますように。このオラクルはあなたがご利用を見た日から1週間から1ヶ月有効です。もっと効力を長続きさせたい場合はこの動画を再生してくださるか、このカードをいつもお守りのように身につけてご自身にメッセージを唱えてくださいね。では、鬼村さん、こんにちは。はい、ちょっとオラクル、鬼村さんの回がなぜか死神だったんですけどね。はい、死神って結構いいカードなんですよ。はい、感じ的には怖い感じですか。死ぬとかね、まあ、一つの死を持って新しい世界に行くという、次のステージへというの意味もある、生まれ変わりという意味もあります。はい、今日は鬼村さん、お忙しい中ありがとうございます。すいません、もうバタバタなって、はい、いえいえいえ、このようにね、いつも動いてらっしゃってね、今も今日も車の中で命いえいえいえ、すごいですよね、お若いのに活躍されていて。鬼村さん、なんかご紹介あれば一言言っても、自己紹介言ってください。関西で、映画の方を、または VP などをちょっと制作させていただいております、バンダイフィルムズの鬼村と申します。はい、鬼村さん、もうちょっと近くで喋っていただけませんか。声ちっちゃいかもです。近くになると暗くなるけど頑張ってもらおう。はい、はい、関西で映画と、VP の方を制作させていただいております、バンダイフィルムズの鬼村と申します。はい、はい、私もなんか昔ね、出演させていただいて、何だっけ、日本は素晴らしい国とか、お洗濯とかでお世話になって、もうこちらこそ次々と撮っていらっしゃってね、なんですよ。はい、ではちょっとまず占いの方から入っていきますね。鬼村さん、私の占いでは、とても頭脳明晰でいて優しくて穏やかです。はい、これっぽっちも頭の良さをひけらかさない人ですね。はい。で、人が何を考えているとか、とにかく洞察力と配慮の達人です。なので、この人をこういうふうに使おうとか、この役をこういうふうにしようとか、この人にはこういう言い方で伝えようとか、どうしたら人がうまいこと動いてくれるか、うまくコントロールできるところがあって、リーダーに向いてます。その通りでしょ。何言えないですよ、自分その通りですとか、いやいや、聞いてるみんながきっと、ああその通りだっていう、それはね、人の目が鋭いっていう意味でもあるんです。だから
この下鬼村さんが、あ、この人優しいからといって誰かが鬼村さんを利用しようとしても決してできない人なんですよ、うん、はい、思慮深くて自分の感情をすぐに表に出さないので、うん、他人から見ると本心が分かりにくいというのもこの星の特徴です。あ、でも言われますね。でしょ、うん、でもその通りの星なんです。はい、なんかこう前も言ったことあるかな、深い大きな深い海のような人でね、海の底って分かんないじゃないですか。そのように自分の感情とかそういうのを表に出さずに隠すことができるんです、うん、ね、あ、な、私なんか言わないと我慢できないんですけど、逆に分からない人なんで不思議な感じを持つ方もいらっしゃると、はい、エネルギーがとっても強い人なので自分のしたいことに仲間を集めるのもうまいです。いいでしょ、はい、運勢を見ていきますね。運勢を見ていくと、あのね、幼少の頃に辛い時期は一応終わってます。あ、そうですか。うん、なんか あったかどうかちょっと分かんないんですけど、一応このあのちっちゃい頃っていうのは出にくい場合もあるんです。こういう星が晩年に来るとやっぱり病気したりとかね、あのそういうのに、中年だったら仕事運に響いてくるんですけれども、一応終わってます。はい、この星の人が一番来てほしくない星っていうのが終わってる。はい、でそうですね、まああとは若い頃よりは25歳以降の方が勢いに乗ってきます。なんかでもそのタイミングやったかと思う。あ、ほんまですか。はい、うん、なんかいろいろできることが多くなったのは、うん、24歳ぐらいまでね、結構まあ15歳ぐらいまでが一番きついんですけど、あんまりこの時期は分かんないかもしれないですね。で、ぐらいですね。でもそうですね、確かに。はい、あ、そうですか。うん、で、25歳ぐらいまでもちょっとうまくはいかないです。で、25歳からがバリバリ勢いに乗ってくる感じだから、こういう人って何くそうっていう感じが大きいんじゃないかな。自分のその逆境をエネルギーにするとかいう、ちっちゃい頃苦労したから這い上がるみたいな、そんなイメージですね、星の並びから言うと。今に見てやれっていう、うん、いろいろと映像を作るのとかもね、その専門学校とか比較その独学でやってきたので、ちょっとそういうのもあるかもしれないですね。ガツガツに行くのは、うん、いろいろ努力された。で、この星の人は何でもできます。人よりも早く何でもできます。はい、でまあちょっと緻密さには欠けます。大雑把なので緻密さには欠けますし、強引なところもあります。うん、細かく丁寧にっていうのはできないけど、でもすごいですよね、1日で編集する、70分の映画を1日で編集するという私はドキモを抜きます。いやー、でもこれの星じゃないとそんなことはできないじゃないかな。それをいとも簡単に言います。で、25歳から44歳は女性運もありますから、この時期に結婚もなさいますね。おめでとうございます。ありがとうございます。知ってるくせに結婚されて、はい、ね、はい、ありがとうございます。ますますこれからね、お仕事もね、はい、充実しているといいですね。あ、いえ、もう頑張っていきます。家庭の方も、はい。鬼村さんはどちらかというと、はい、自分を支えてくれるようなタイプが一番見てます。合うと思います。ので制作の方とかみたいな感じでお聞きしたので、あ、素晴らしい方と結婚されたんだなというふうに思いました。この時期ね、ノリには乗ってるんだけど、一つだけ注意事項がありまして、それはお金とか人間関係のトラブルに注意です。はい、大きな賭け事をしないことです。星の強い人と弱い人と真ん中の人がいて、真ん中の人っていうのが一番いいんだけども、
強い人は自分からトラブルに突入していきます。で、弱い人は何もしなくてもトラブルが降ってくるんですよ。で、鬼村さんの場合は強いんです。まあ私も強いんですけど、私も強いんですけど、もっと強いんですね、鬼村さんは。だから知らず知らずのうちに自分で選択したり自分から言ったりするんです。だからその時にやっぱり慎重に、人間関係だったらお金のトラブルとかそういうのをまあ控えめに、慎重にすると難は逃れます。本当に軌道に乗るのは45歳以上。おお、だいぶもう結構先ですね。っていうか一番乗りに乗ってる時なので、この人生のこの時期にいい時期を迎える人っていうのは、ただ今まで努力した人に限りますけどね、ですからそれまでにのこのすごく勢いづいている時にあまり無茶をしないようにというアドバイスだけさせていただきました。45歳以降です。この時期はその無茶をすることが少なくなるんですね。なので今までの努力によって非常に豊かな人生が送れそうですよ。大まかに見るとそんな感じです。まあ、もし自然な流れに行くと陥りであろう行動を一応注意させていたわけで、全然それは人の生き方によって変わることができます。何かお聞きになりたいことはありますか？そうですね、まあ、なんかこの29歳にしてちょっと、映画の作り方が少し変わったんですけど、はい、ですね、まあ、なんて言うんでしょう、まあ本当にふとしたことから変わったんですけども、へー、そうなんですよ。ただ、なんて言うんでしょうね、まあ29が変わって、まあいろいろと考え方も変わったのは29で考え方が変わった。はい、いろいろと29からなんかこう本当にまあいろいろとありまして、はい、いろんなこう価値観だったりとかが、変わる、作品作りだったりとかにしても変わって、まあ片岡さんがおっしゃるみたいにその周りの人も変わってきたので、うん、はい、なんかそういう時期だったのかなっていう、なんかそうあれですね。ああ、一応20、はい、はい、あ、不思議な感覚やなって感じでは思ってまして、はい、それがなんかちょっとなんかですね、なんかこう疑問というか質問というか、一応ね、一年一年の運勢、細かい運勢でいきますとね、28歳の年、28歳になられる年ですよね。なので、おととしから去年はちょっと変わってるんです、運勢が。おととしの方が、なんか運勢邪魔されることが多いかもしれない。2年前。はい。コロナ始まりたて。コロナですね。じゃあ、そうですね、結構、なんか、そうですね、いろいろ作品も、困ったりとかする時期が多かった。多かったですか。この時期は、すごいやりたい、やりたいと、心はすごく行動的なのに、うまくいかないということが多いです。なぜかというと、大きな水、大量の水を含んでおられるって、エネルギー強いって言ってるんですね、水の方なので。で、水に一番嫌いなのは土です。土は水を汚す泥水になりますからね。だから、ただ、鬼村さんは水の量がすごく多いので、その泥水が来てもあんまり影響を受けないんです。水の少ない人だったら、もろを受けるんですけど。まあ、それの泥水っていうのが一応、一昨年には来てましたが、乗り越えられる。これは乗り越えられることだとは思ってます。なんか28でだいぶ環境が変わったんですよ、ね。うん。29になって、その環境がちょっと固まりつつあるという感じで、はあはあ、そういうだったのかなって気は、ちょっとなんか不思議な感じですね。ああ、なるほど、そうですか。そうですね。環境が、大きな、いろんな出会いが急にどさってきたもんね。出会いが開いたというのは29歳になる年ですよね。だから28歳の春ぐらいからですかね、2月春ぐらいから。ね、春、まあ、そうですね、な、それぐらいかもしれません、それぐらいから一応その運気が明けて勢いがすごく乗っている時期です。
自由奔放に何の制限も受けずに動き出せる時期です。もうグオーって感じの流れの中で、うん、でそれがまあ今年も続いていますね、はい、来年再来年も続きます。その人間関係ゴロッと変わった、その人間関係がうまく続いていくようなイメージがこの先はあります。なので28の年を乗り越えてからは10年ぐらいで多分軌道には乗られる、無茶さえされなければと思います。はい、うん、でそうですね、聞いときたいことだったら、はい、うん、そうですね、はい、で健康的なこともちょっと聞きたいなと。なんかどっか悪いんですか？いや、タバコをやめたんですよ。うん、ただまたこう吸い始めそうな気もしてます。うん、そこがどっちの方がいいか。でちょっと一回体調崩したこともあったので。タバコでですか？いや、それはね、わかんないんです。コロナウイルスでもインフルでもなかったんですけど、まあ、だいぶ医療が逼迫してた。原因は定かじゃないんですけど、大体1週間ぐらい、2週間ぐらいは寝込んでました。寝込んでた。はい、38度9度ぐらい寝込んでた。それが今年の3月とか4月。コロナじゃなくて？はい、もう2回受けたんですけど陰性やった。お酒飲みます？お酒はね、飲みますね。あんまりお酒は飲まない方がいいですよ、タバコより。なるほど、うん、お酒は一応悪心なので。なるほど、はい、すっきだと思うんですけど、悪心なのでもうお酒はいらないですね。飲みすぎない方がいいですね。はい、で循環器系、もしどっか悪いとしたら循環器系が注意です。高血圧とか血圧、血液の関係、うん、まあ保守的に注意するのはそこかなと思いますが、うん、なんか、まあ、トラブルの星っていうのはありますのでね、それはまあ一応、まあ、体調にも言えることなので、無理をしない、無茶をしない、絶対無茶をしないというのがあります、はい、うん、だから自分から突っ込んでいくからね。だからそういう体の無茶とか人間関係とかも、何もしなかったら何も起こらないんだけど、割とこう結果的に自分から行くという感じなんです。勢いがあるエネルギーの塊のような人ですね。で、それで、とにかくこんなにエネルギーが強い人は、何をしたら開運するかというと、来てほしい星っていうのがあるんですね。その星が来たらすごく運勢が良くなるんですね。その星が来ない時もその星のことをすれば運勢が良くなるんですよ。それは何かというと、人に尽くすことなんです。そのエネルギーを自分のためじゃなくて人のために尽くすことをすればすごく運勢が開ける星でなんですよ、うん、だからエネルギーがあるからとってもいいですよね。自分から良くしようと思ったらいくらでもできる星なので、ね、うん、人よりもすごくエネルギーのある人です。ない人はね、もう本当自分一人が精一杯、生きるのが精一杯っていう人もいるんですけど、そんな人はもう無理しなくていいし、人のためのことなんて考えないで、自分のことだけ考えてっていうふうに言うんですけどね。なので、人が喜ぶような映画をたくさん作ってくださればいいなと思ってます。はい。はい。頑張ってください。はい。何があれば。そうです。また片岡さんにもまたよろしくお願いします。あ、こちらこそ。しばらく全然ご無沙汰してますからね。そうですね。はい、コロナから。また何かぜひ一緒にご一緒できたらなって思ってますので。はい。ありがとうございます。で、これは占い呪術つなぎのコーナーで、次の、映画関係者の方を紹介していただきたいんですけれども。はい。そうですね。なんですけども、実はですね、最近現場でとってもお世話になっております、はい、役者さんでですね、元劇団さんで、はい、俳優賞の方もですね、受賞されている方がいらっしゃるんですけど、すごい、はい、女性の方でして、植木もみじさんっていう方なんですけど、植木もみじさん、はい、はい、普
ウィキペディアとかにもね出てくる。ああそうなんですね。そうなんです。その方とよく、はい、あの映画も出ていただいておりまして、ね、メイクから着付けから、こうダンスも多分できると思うんですけど、何でもできる、はい、裏方もできて俳優もできる。はいはい。でもともと中国で留学されておりまして、ほう、でもう日本に帰ってきてそういうガッツリ演技活動をされている方です。そうなんですね。すごい才能あふれる方なんです。わ、それは ぜひ来ていただきたいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、また楽しみにしています。はい、今日は、はい、鬼村ゆうきさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。